なんか下がふかふかしてて、なんか図書館の中みたいです。で、この3人席のところに座ります。特に予約の、あの指定座席ではないので自由です。こんな感じです。動き出しました。うおー、はい、やばい。今がちなみに60、70キロぐらいです。見えるかな？見えるかな？中国初めてです。看板が大きいですね。あれは何でしょうか？あれは地下鉄なんでしょうか？いや、車がめちゃくちゃ遅く見えます。今140キロです。あ、地下鉄だ。リニアじゃなくて、あれは地下鉄ですね。し始めました。こんな感じです。いやー、すごいな。電柱、電、僕地図も何も見てきてないので、どこでどう乗り換えていいか全然わかんないんですけど、とりあえず。うおー、すごいすごいすごい。シティっぽいのが見えてきました。おー、あれでしょうね。いや、でもちょっとこの下からの、おー、すごい、今のとこすごい。人住んでるんだ。そっからのこれです。いや。うわ、一個スカイスクレープありますね。